暑いね。もうね、僕も夏バテしちゃいそうだよ。ちょっとこの暑さ、なんとかならないの？この暑い夏を楽しく過ごす方法はあるよ。何？実はね、僕たちが所属する事務所、ウームから、夏限定で前前の新しいグッズが出ます。まあ、皆様のね、応援のおかげでね、前回に引き続き、グッズを出すことができました。ありがとうございまありす。がとうございます。で、そのグッズなんだけれどもね、まずは T シャツ。ホワイト、ブラック、アイビーグリーンの3色があります。しかもね、サイズが大人用と子供用それぞれ用意できました。5歳の僕でも着れますね。そう、まあ、しかもね、この T シャツで暑い夏もね、楽しく過ごすことができるね。僕はやっぱグリーンがいいかな。僕は、まあ、ホワイト。でもブラックもいいな。悩むな。次は、ミニパズル。面白そう。僕こういう頭使うの得意だからね。頭使うの得意で僕とパズルしようよ。まあでもこのパズルは背景にね、いろいろな食べ物とかも書いてあってね、デザインにこだわりました。美味しそう。よし。ぜひね、このパズルを完成させてお部屋に飾ってみてください。やってみたい。で、次はこれ。何？まだあるの？ハンドタオル。かっこいい。汗もしっかり拭き取れる素材になっているので、ぜひハンドタオルと一緒にお出かけしてみてください。青くてかっこいいデザインだね。でしょ？特にハンドタオルは年中使えるからね。みんなに自慢もできるしいね。やー、今回もこんなにいいグッズが出て嬉しいな。まあ、しかもね、これだけじゃないんです。マッキー、前回の50万人記念のグッズ覚えてる？実は前回のあのグッズ、すぐ売り切れちゃってね、買えなかった人も多いみたいなんだ。僕も本当はね、保存用と鑑賞用と、あと他の友達に配る用で欲しかったんだけど、間に合わなかったんです。そんなに買うつもりだったの？まあでもね、なんとね、前回買えなかった人たちのために、缶バッジ、ボールペン、キーホルダーの再販が決定しました。しまった、ありがてえ。前回ね、特に人気だったこの3つを期間限定復刻します。前ね、買えなかった方はぜひこのチャンスにゲットしてください。そうだね。今回ね、紹介したグッズはすべて8月14日の水曜日まで、ムーというね、ウームのオンラインストアでゲットすることができます。それは急がなきゃだね。数量もね、限りがあるのでね、お早めに手に入れてみてください。僕はグリーンの T シャツと、あとパズルも欲しいな。でもお出かけもするからハンドタオルも買わなきゃだし。そうだ、マイキー。50万人記念のボールペンでお勉強もしたら？お勉強は、頑張るね。このボールペンなら、もっと頭が良くなるかもしれませんね。まあ、頑張って、マイキー。お勉強か。まあ、任せてよ。頑張れよ。まあ、というわけでね、今回紹介したグッズは8月14日の水曜日までオンラインサイト ムー で販売されています。早めにゲットしてね。じゃあみんなお早めに。じゃあ僕ちょっと買いに行くからさ、用意からせと。よし、じゃあ全員押して押して押してよ。まあいいけど、マキいっぱい押すよ。押して押して。えい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 。じゃあ行きます。マキどこまで行くの？まあ